対岸には満開を過ぎ去ったツツジの花に代わって22枚の横断幕が咲き誇っているツーボートレース場。今年のスポーツ日本パール賞競争も優勝戦を残すのみとなっています。目立った動きはなく枠番通りの進入です。インコース1号艇日体雄士が入ります。4日目からは4連勝とエンジンもようやく光が見えてきました。パール賞初制覇に王手です。2コースは2号艇松尾博夢、三重支部若手のホープ、来季は初の A1 も決まった期待のトップルーキーが進化を発揮します。3コースは3号艇西山翔一、遠征勢ではただ一人ユースと見せ場を作りました。これで当地一般戦は3節連続ユースです。4号艇坂口めぐる、パール賞は現在3年連続準優勝中、惜敗続きに今年こそピリオドを打つか。5コースは5号艇星野太郎、繰り上がりのユースですが準優勝戦はナイスファイトでした。月も生かしたいところ。6コースは6号艇豊田健志郎、三重支部の急上昇株が緑の日に6号艇から初優勝をつかみ取るか。角1は4コース4号艇坂口めぐるで枠番通りの進入で3対3と2つに分かれています。ボートレース2のスポーツ日本パール賞競争優勝戦、大時計は12秒進回転始まってスタートまでは間もなく残り10秒となります。進入コース内側から1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。12レースの優勝戦スタートしました。2コース2号艇松尾、そして1号艇新田、コーススタートを切りました。2コースマクロードする2号艇松尾、1号艇新田突っ張って逃げる、切り込んできたのは3号艇西山、内側から4号艇坂口が続く、逃げる1号艇新田雄士が先頭、2番手は3号艇西山、3番手争いは外2号艇松尾、内側から迫ってくる6号艇豊田、後方5号艇星野、4号艇坂口続く。スタートは正常です。2マーク1号艇新田クリア、2番手は3号艇西山、3番手6号艇豊田若干流れた、切り込んだ2号艇松尾、内側から2号艇松尾が3番手、現在上位は1番3番2番です。あとは2艇審査6号艇豊田が外から4番手から続く、内進路を変える6号艇豊田、21マーク3番手争いは抑え切って2号艇の松尾が先決まっていく、絡んでくる5号艇星野、ちょっと行き場ないのは6号艇豊田、競り合いました。3番手は2号艇松尾が浮上で上位は1番3番2番、あとは水が空いて5号艇星野、4号艇坂口、6号艇豊田が続きます。2集団にターンマーク1号艇新田雄士がトップ、2番手は3号艇西山翔一、そして2号艇松尾博夢が3番手の1番3番2番1番2の体系、前提が最終周回に入ります。1周1マークでは2コースから2号艇の松尾が仕掛けようとしましたが、それを止めてしっかり逃げました。1号艇新田雄士が先頭で最終周回1マーククリア、2番手は3号艇西山翔一、3番手は2号艇松尾博夢、1番3番2番1番2の体系となっています。今年は3月のガマゴーリに続く2回目の優勝で、パール賞は嬉しい初制覇、通算では21回目の優勝に向かう新田雄士が最終ターンマークリア、2番手は3号艇西山翔一、2号艇松尾博夢が3番手、3連単は 7.7 倍となっています。まもなくゴール、先頭1番新田雄士優勝5輪、2番手は3番西山翔一5輪、3番手で2番松尾博夢が5輪、5番星野、4番坂口、ラスト6番豊田5輪です。